のくさんこんばんは。今回ね、年金のお話でしたね。私で実はね、数年前に年金の動画をアップロードして、多分ね、5年、もう6年前ぐらいだったと思うんですけども、年金詐欺っていうタイトルですよね。まあ、これはまさにのくさんが言われたように、年金っていうのはこう集めるんだけども、その集めた分だけリターンされない可能性が強い。で、もしかしたら将来は年金はまあもう全然もらえないかもしれないし、もらえたにしても支払った額以下の還付になるんで、損じゃないかなってことで払わない人が増え始めたんですよね。でも払わないと強制徴収みたいなことが始まりだして、その頃にまあなんだこれはとんでもねえ詐欺だなと思ったんで、年金詐欺っていう動画を作ったんですけども、当時ね、みのもんたさんの朝ズバでもこの基礎年金で足りない部分を特別に別枠でかけている厚生年金ってやつから横滑りさせていこうみたいなことがあって、とんでもないですよね。だから車で言ったら強制保険と任意保険ってあるじゃないですか。強制保険の財源が足りなくなったから任意保険で個別に払ってるところから持ってこようみたいな話ですから、そしたら払わない人得なんですよね。で、これはね、政治の問題だと思うんですけども、計画がうまくいかなくなったら、その都度その都度政治が責任を取るんじゃなくて、国民から徴収して帳尻合わせるなんてことをずっと繰り返してるもんですから、おかしな税制が増えちゃったりね。で、税が必要なくなっても、そこにすでに中間団体とか利権ができちゃったんで、その税自体はそういう人たちを食わせるために潰せないみたいなことになって、私たちはね、もう本当に巻き上げれっぱなしというね、ことでございます。まあ諦めるわけではないんですけども、差し当たっては将来の問題を別口でね、なんとかしないといけないので、私たちは将来のことを考えた時にいろんなリスクヘッジをね、未来に対してしておくわけなんですけども、その一つが暗号通貨であったかもしれませんし、アフィリエイトだったかもしれませんし、最近私はね、 YouTube が年金代わりになるっていう動画を上げたんですけども、まあなんかね、単純に10万本くらい動画上げとくと、毎月ね30万ぐらいは入ってくる形になるんですよね。これはね、私がアドセンス報酬をもらいながら、動画アップロード本数1万5000本に達した時に、1万本を超えたあたりからね、毎月10万ぐらいが入ってくるようになったんで、あ、だったらこれで年金でいいじゃんみたいなね。毎月10万ですからね。だから1万本の動画アップロードで毎月10万ってことは、10万本の動画アップロードしたらね、100万円ですからね。で、それを話半分以下に見ても、まあ、30万ぐらい入るだろうって感じなんですよ。もちろんこれも YouTube があるかどうかっていう問題に関わってきますし、規約変更はどうこうってことを考えたらね、やる気も薄るかもしれませんけども、でも年金だってね、払ってるのに将来的に危なっかしいわけじゃないですか。そう考えると、YouTube が広告収益モデルをやめるのか、年金が支払い不履行になるのかってことを、考えるとね、両方やっておくのがまあリスクエッジかなと。将来ルールが変わるかもしれないからっていうんで、お金払わないと強制徴収される年金っていうのはね、たちが悪いですけどね。まあでも、そのコンシェルジュサービスってのもね、なかなかいいんじゃないかなと思うんですよ。コンシェルジュといえば、私はこうやってね、ブラックカードなどでコンシェルジュサービスを受けてるんですけども、確かにね、便利なんですけども、年間でまあ2回ぐらいですかね、使ったの。大きなプランの旅行に行くときに、細かいそのプランのね、メンテナンスをしてもらうぐらいで、それから優先的な客室の確保と、あとグレードアップをね、無料でしてくれるんで、二重三重にお得ではあるんですよ、クレジットカードの付帯サービスっていうのは。まあ言ってみれば、そのためにお金を払ってるもんなんですけども、そう考えると利用頻度がそんなに高くない私としてはね、まあコストパフォーマンスが悪いなというところもあるんですけども、まあしょうがないですね。クレジットカードがグレードアップしていってしまったんでね、ゴールドカードにはついてないですしね。ということなんでね、コンシェルジュサービスっていうのは、浸透するような気はするんですけども、実際コンシェルジュサービスを対応したい私があんまり使ってないかなというところがありますんで、実際にコンシェルジュサービスを多くの人が利用しようとしたとするときに、どんなものがあるのかなってことをね、今ちょっと考えてみたんですけども、まあその辺から多分その機械促進ができるのかなと今思ってるんですよ。多くの方は困った時の相談事って、検索で処理するんかもしれませんけども、コンシェルジュがあったら、どういうふうなもので使ってみたいのかなと、ちょっとね、今考えちゃいましたね。はい。ということで、今回も動画送っていただきましてありがとうございました。どちらにしても、将来の年金っていうかね、貯金が十分できないんだったら、年金に頼るしかないですし、
まあ、体のっていうのがね、今年金みたいな大きな私たちの底支えにはなってくれてるんですけども、分かりませんからね、これもね。じゃあ体のが規制されて現金ができなくなりましたとかね、どうなっちゃうんでしょうかね。まあ、いろいろ考えることは尽きないんですけどもね、今回も将来のお金について考える機会をいただきましてありがとうございました。じゃあノックさん、また動画送ってください。あ、ちなみにね、私が昔撮った年金の動画下の概要欄につけておきますので、7分51秒でございます。本当に私のね、ボサボサの髪の毛でね、なんかわけのわからないこと話しておりますね。まあよろしかったらご覧ください。では。